こんにちは、スイラボです。今回の動画はこちら、バンブーラボの X1 カーボンコンボ 3D プリンターです。いや、ついに買ってしまいました。これまでエンダー3 V2、サームーン V1 プロ、エンダー3 S1 プロ、K1 MAX と FDM 式の 3D プリンターを購入してきましたが、クリアリティ以外の 3D プリンターを購入したのは初めてです。スイラボでは一昨年ぐらいからデカマークペンダントやゲーミングタグ、メテオ LED といった 3D プリンターと基板を組み合わせた作品の販売を始めましたが、今後は 3D プリンター単体で作った作品の販売もしていきたいという考えもあって、より精度の高い 3D プリンターが欲しくなっていました。あと多色印刷ですね。どうしてもこれがやりたくなったので、金入り稟議を経た後に購入に至りました。X1C はライダーによる流量調整なんかにも期待をしています。ということで早速セットアップしていきたいと思います。動画が長くなってしまったので、セットアップはさっくりいきます。 AMS はこんな感じで本体の中に入っています。説明書はわかりやすいですし、筐体は組み立て済みなので30分くらいで設置はできると思います。あとは初期設定だったりキャリブレーションが必要ですが、基本的に画面の指示に従って進めれば OK です。とりあえずお決まりのベンチを印刷してみますか。はい、ということで印刷が終わりました。やっぱり綺麗に印刷できてると思います。まあ、若干ここのところが段差があるのが気になりますけれども、なんか他の人の出力結果見てもこういう線が入ってたりしたので、これはもしかしたら G コードのせいだったりするのかもしれないですね。で、この下の部分の積層根とかを見ると線が揃ってて本当に綺麗に出てるっていうのがわかりますね。続いて多色印刷も試してみました。こちらは本体に内蔵されていたデータで、バンブーラボのロゴが入ったバッジです。白と黒のフィラメントは社外製ですが、全然問題なく多色印刷できました。こりゃすごい。こちらも本体内蔵データで、ネジの太さや長さを確認するジグ、文字は結構細かいですが潰れずに印刷できています。すごい。こちらは自分で準備したモデルで、ボロンキューブですね。ボロンマークのところだけバンブースタジオを使って色分けしました。こういうモデルだったら多色印刷の設定もめちゃめちゃ簡単でした。ということで、バンブーラボ X1C コンボを購入し、各種印刷を行ってみました。個人で買う 3D プリンターとしてはだいぶ高価なだけあって、面倒な調整なしにクオリティの高い印刷ができると感じました。購入してから1週間くらい動かしましたが、本当にプリンター側の調整に関しては一切考えることなく、ひたすら印刷だけを繰り返すことができました。やっぱり X1C は他のプリンターと比べても一線を画す便利さと造形クオリティを持っていると思います。ベッドレベリングはもちろん自動、ノズルクリーニングも自動、流量調整も自動でやってくれます。さらに今回購入した X1 カーボンコンボには AMS があることで、多色印刷ができるだけでなく、フィラメントの管理、入れ替えがめちゃめちゃ楽になります。普段 3D プリンターを使用するときによく使うフィラメントが複数あり、頻繁に入れ替えて使っているような人は AMS の恩恵がめちゃめちゃ大きいと思います。AMS にフィラメントを少し差し込むだけで、プリンターまで自動でフィラメントを送り出してくれます。さらに純正フィラメントには RFID がついていて、材料や色を自動判別する機能までついています。純正フィラメントは若干高いですが、それでも画期的な機能だと思います。現時点でいわゆるレンチンに一番近い 3D プリンターなんじゃないかと思います。またハード的な完成度だけでなく、スライサーソフトやスマホアプリの出来もすごく良いと思います。
スライサーであるバンブースタジオは多色印刷する時のフィラメントの指定も色塗り感覚で簡単にできますし、スマホアプリのバンブーハンディを入れておけば印刷が終われば通知が来ますし、出先から印刷を始めるようなことも可能です。製品トータルとしての完成度が本当に高いので、予算が許すのであればこれを買っておけば間違いないと言える 3D プリンターだと思います。ただし、もちろん全てが完璧で言うことがないというわけではないです。ここからは使っていて気になった点を挙げていきたいと思います。気になった点の一つ目は、若干扉が重いこと。これは使ってるうちに気にならなくなってきましたが、使い始めは結構ドアが重いなぁと感じました。 K1 MAX はドアの開閉が軽いので余計にそう感じたのかもしれません。2つ目は、若干庫内が暗いこと。庫内を照らすためのライトはついているんですが、 X1C はちょっと暗く感じます。 K1 MAX は手前上側にライトがついていて、斜め上から造形物を照らすようになっているんですが、こっちの方が中は明るく感じます。 X1C は左上にライトがついていますが、ディフューザーがついているのとライトが真横を向いているので、ベッド上が少し暗く感じるのかなと思います。あとは AMS が上に乗っているので、部屋の照明がベッド上に当たりづらいっていうのもありそうですね。3つ目は、結構音がすること。といっても、印刷中の動作音はドアも天板も閉めた状態であれば K1 MAX よりは静かな感じがしています。それぞれ30センチ離れたところで騒音計で測ってみると、 X1C は60デシベル前後、ドアを開けた時は65デシベル前後でした。そして K1 MAX の方も同様に測ってみると、印刷中の騒音は55デシベル前後、ドアを開けると65デシベルちょっとというところでした。実測したところでは K1 MAX の方が印刷中の音は静かということになりました。ただ実際に使ってみた感じだと、聴感上は X1C の方が静かな感じがするんですよね。騒音に含まれる周波数成分とかの違いが影響しているのかもしれません。で、説明書にも PLA や DPU を印刷するときはドアや天板を外して印刷することが推奨されているんですけれども、ドアを開けて印刷するとかなりうるさいと感じます。私はどのフィラメントでも蓋は閉めっぱなしです。外に漏れる音が大きくなりますし、造形品質的にも特に問題ないかなと感じているからです。また X1C は印刷前の動作でノズルの先端をきれいにするため、ノズルをノズルワイパーにこすりつけるところがあるんですが、そこで結構音がします。この機構はバンブーラボ以外のプリンターではあまりない仕組みなので、最初は驚きますが、使ってるうちに慣れてきました。気になる点の4つ目は、捨てフィラメントが多いこと。これはいろいろ自動化しているので仕方ない部分だと思いますが、印刷が始まる前だったり AMS を使った多色印刷でフィラメントを切り替える時なんかにフィラメントを捨てる動作が入ります。しばらく使っていくとこんな感じで排出されたフィラメントが溜まっていきます。5つ目は、 AMS で使えないフィラメントがあること。説明書にも記載があるんですが、 TPU や PVA といったもともとが柔らかいフィラメントは AMS で使うことができません。これは自動でフィラメントを切り替える機構的に詰まりが発生してしまうので仕方ない部分ではありますが、私は TPU をかなり使うのでちょっと残念ではあります。ちなみにスプールホルダーなどを使って外部から TPU や PVA を供給して印刷すること自体は可能です。6つ目は、 AMS で使えないスプールがあること。これも説明書に記載がありますが、こういった紙製のスプールに巻かれたフィラメントは AMS での利用が非推奨となっています。最近は環境負荷への配慮ということで、ポリメーカーやオーバーチュアなど紙製のスプールを使ったフィラメントが増えています。ただ紙製スプールを AMS で使うと滑ってしまったり、スプールが削れてカスが出て AMS の機構に悪影響を与える可能性があります。対策としては、紙製スプールに
3D プリントしたリングをつけたり、スプールの外周にビニールテープを巻いたり、バンブーラボ純正のスプールに乗せ替えたりと手段はありますが、何かしら手を加えないと使えないというのは若干面倒ではあります。気になる点の7つ目は、名前のせいで検索性が悪いこと。 X1 カーボンで検索するとレノボのシンクパッドが出てきちゃうんですよね。なのでバンブーラボをつけて検索する必要があるんですが、ちょっと面倒です。個人サイトなどで記事内にバンブーラボという文言が入っていないと検索にも引っかからなくなってしまいます。8つ目は、付属のビルドプレートが常温プレートであること。正直これが一番の残念ポイントだと感じました。常温プレートと高温プレートの価格差は1000円くらいなので、最上位機種なんだから高温プレートをつけてほしかったと感じます。少し補足すると、こちらが付属している常温プレートです。こちらは ELA 専用のプレートになっています。他の素材を印刷するときはひっくり返してエンジニアリングプレートというものを使う必要があります。こちらは PETG、ABS、TPU、PA、EC に対応しています。高温プレートならフィラメントの種類が変わってもプレートをひっくり返さずに印刷することができます。9つ目は、値段が高いこと。私が買った X1 カーボンコンボは約25万円なので、最近出たクリアリティの K1C が2台買えます。さらにバンブーラボはほぼ値引き販売をしないので、セールを待ってても安くなりません。言い忘れてましたが、今回もサンステラさんで購入をしました。サンステラさんでは2月に期末セールをやっていて、残念ながらバンブーラボのプリンターはセール対象外ではありましたが、 10% ポイント還元は適用されたので2万5000ポイントくらいつきました。このポイントで純正フィラメントや高温プレートなどを揃えていきたいと思います。とまあ、気になる部分を半ば無理やりにいくつか挙げてはみましたが、致命的な問題ではないですし、気になる気にならないは人によって変わってくると思います。今後は PLA 以外のフィラメントを使った印刷やクリアリティ K1MAX との比較なんかもやっていこうと思います。最後に繰り返しになりますが、バンブーラボ X1C は他のプリンターと比べて一線を画す便利さと造形クオリティを持っていると思います。造形の失敗やプリンター本体の調整にかかる時間を減らしたいという方は X1C を購入するのが本当におすすめです。 SNS で X1C と AMS があると本当に便利っていうような声をよく聞いていましたが、今回購入してそれを本当に実感することができました。私としては AMS ありでの購入をおすすめします。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。